ワロップ放送局、私たち、東京チャチャパーティーです。はい。スカイツリーから、チャチャーイェーイ。はい。今日の放送、間違っちゃった。では、まず自己紹介からしていきたいと思います。はい。女のことは、キャーチャチャの飛行士、松本沙耶です。はい。いつでも全力、空回り。あっそー言われたことは何でもやります。必死系アイドル、原田理香子です。はい。チャチャのツッコミ担当、ズバルリリリこと吉村ルリです。はい。はい。イェーイ第24回目の放送です。はい。今から3人ということで。うん。この組み合わせは、うん。さやを。何やっちゃいましょう。あ、さやをやっちゃいましょう。オッケー。それはさやが美味しいやつかな？まずいやつ。何まずいやつ。何それ何美味しいやつってどういうやつ？なんか、どうする台本通りに行かないからね、言っとく。どうするどうする美味しいやつってどういうやつ？美味しいやつは、どういう風に美味しいやつ？なんか、冷麺みたいな。うわぁ。あー、きつ。ねぇ。無理だ。きつ。笑ってるし、ちゃんと笑ってる。ちゃんと笑ってるから。あなたがバカすぎて笑ってる。別に面白いとかじゃなくて、おバカさんが回答してるから、ほんと、こいつかいこいつって思って、笑ってあげてる。こいつです、これでも。とりあえず今日はさやはまずくて、寒くて痛いやつだからね。3要素。絶対嫌だ。最悪3要素。やばい3要素が揃ってるから。それは嫌だよ。あとさ、私さ、この3人でやるって決まった時、この間さ、この2人がうちの家に泊まりに来てくれた。うん、嵐に来た。そう、嵐に来てくれたメンバーだなと思って。さや荒らしてないから。さや荒らしてたよ。さや静かに寝てたから。さや床でゴロゴロ寝てたじゃん。人んちの。寝起きの悪いんだよ。あ、ごめんなさい。二人ともだよ、寝起きの悪いさ。しかもこの人と人の家の机勝手に動かしてさ、自分が寝るスペースが。だって、ルイがベッド一人で占領するから寝るわけがなかったの。いやそれは。わかったよ。それは待って、それはさ、ルリベッドで寝ていいよ、みたいな。さや、床で寝るから、みたいな。普通に自分で寝るんだ。いや、だからルリがベッドに。ちょっと大人ぶったんだね。そこは優しい。それで机動かそう。そこは優しいから。いや、優しいのかな。優しくはない。優しくない。結局後でこうやって文句言ってるんだから、ね。そう。そうだよ。しかもでっかいポップコーンの袋置いてくれてた。まだ入ってるし。入ってた、あれ。入ってたよ。3分の1ぐらい残った。ポップコーンほんと好きだよね。はい。今日も食べてたよね。食べた。ということで、じゃあ今日も最後まで見てください。はい。時間を過ごしましょう。